力王力王は、高城正彦原作、猿渡あたり哲也作画による日本の漫画、及び、それを原作とした、OVA、映画作品である。本作は、ビジネスジャンプ1987年7月から1990年7月まで、連載された。単行本は、全12巻、ホーム社版は、全9巻が刊行されている。 修営者1987年度 MVP 賞受賞、累計発行部数は250万部であり、相関間もない同志を週刊ヤングジャンプと並ぶ修営者青年コミック誌の日本柱の一つへと押し上げる推進役を果たした。本作の連載中には必ず破れる方法を知らされていない悲しき戦士の物語とのキャッチフレーズが掲げられており、 近未来の弱肉強食の世界で弱者を助け正義を貫く主人公の壮絶な生き様が描かれた。本作では話数を示す単語をバイオレンスとしており、第1話第74話まではバイオレンス、第75話はラストバイオレンスと記載されている。また、1989年と1990年には OVA 化され、 1991年には、香港で、実写映画化され、日本国内でも公開された。近未来の東京。民営化された私立国部刑務所に、最下力王という右手の甲に六房星の痣がある、若き囚人がいた。彼には霊的な力こそないが、超人的な肉体と精神力、そして何事にも決して屈しない正義の信念を持っていた。囚人を、 使い捨ての消耗品とみなす、刑務所幹部は、弱者を助け正義を貫く力王を亡き者にしようと、四天皇と呼ばれる最強の囚人たちを差し向けた。四人の資格たちを必殺の拳で、次々と帰り討ちにした力王は、刑務所内で消しが栽培され麻薬密造が莫大な、利益を生んでいる事実を突き止めた。 孤立無縁の力王の戦いは、抑圧された囚人たちを奮い立たせ、暴動へと発展した。ついに黒幕の所長と対決した力王は、同じ死に指示した、兄弟死の所長を死闘の末に倒し刑務所を脱走した。憲法の死、張義樹の元へ身を寄せた力王は、張老子の言葉を手がかりに、自らの出生の謎を解くため、 北の果ての、岬と呼ばれる地図にもない辺境地帯へ潜入した。鷲崎という正体不明の軍人が支配する、全土が、チモコールラーゲリである、岬で、力王は、双子の弟、ナチと十数年ぶりに再会した。右手に、針十字のあざがある、超能力者のナチが、人類滅亡を起とする、謎の巨大組織に、 滅びの子として利用されていると知った力王は、わしざの野望を阻止すべく立ち上がるが、滅びの子として覚醒したナッチによりわしざは残殺され、悲痛な兄弟対決の果てに、最愛の弟を自らの手で殺した。人類滅亡計画は力王によって阻止されたかに見えたが、直後に、三崎を震源とする巨大地震が、日本全土を襲った。 地震で壊滅し廃墟と化した東京へ舞い戻った、力王は、育ての親である、彩花夫妻を尋ね出生の秘密を聞き出そうとした。養父の妻が道の海は、謎の巨大組織の手先により、致命傷を負いながらも、最後の力を振り絞り、第二次大戦下のヨーロッパから中国、上海へ逃れた亡命ユダヤ人少女ハンナが、後の力王とナチの母親だと告白し、 自身の知っている全てを語って力尽きる。力雄は、養父が死に際に残した、クリスという言葉を手がかりに、巨大組織のアジトである、フローグへと向かった。向かいの代理人、姉山が君臨する、フローグでは死んだはずのナッチが、生首だけの姿で温存され、人類滅亡のための、クリスタル計画に利用されようとしていた。 邪悪な姉山は次々と秘策を繰り出し、力王を屈服させようとしたが、力王は9歳の少年、悪太の協力を得て、姉山の魔種をことごとく粉砕した。窮地に追い込まれた姉山は、クリスタル計画を発動させた。しかし兄、力王の愛により、全員人類への憎悪を愛情へと転化させたナチは、自らを消滅させることで、クリスタル計画を挫折させた。 フローグは崩壊し、姉山は、醜悪な最期を遂げた。父親の正体を突き止めようとする力王は、南極へ渡り、向井という謎の人物に会うため人赤未踏の、到達不能天上と飛んだ。そこは、南極だというのに花が咲き乱れる、暖かな楽園で、力王は、地底湖に一頭のクジラと暮らすよなという老人から、向井が、 謎の巨大組織を操っていた事実を知らさせる。ついに、向井と対面した力王は、彼が人類滅亡後の未来からやってきた人物で、神の計画のためハンナを領辱し、力王とナチを生ませた父親である事実を明かされた。力王は呪われた血統を断つため自ら命を絶とうとするが、向井は人類への食材と息子への愛のため自らの首を切り落とし、 ハンナの意志が込められた銃剣を胸に受けて消滅した。リキオは、クジラの背に乗って、向井の王国を去り、絶望からの輪廻と再生を予感させて、物語は終わる。リキオ、リキオハット ABCD 本作終盤で、彼らは、全員、向井に操られていたことが、明らかになる。第47話で、昭和3年に死亡したと記述されているが、リキオの少年は、 第2話で昭和5年と記述されており、矛盾が生じている。ハット後に彼女の意志が込められた一本の銃剣が墓から発見され、この銃剣は力王の手に戻ることになる。本作中盤で力王以外に7人の弟子が存在することが明らかにされたが、登場したのはそのうちの2人だけである。左目の義眼と左手の鍵爪は力王が、 国部刑務所に収監される2年前に暴動が発生した際に左目と左手を失って以降装着しているものである。力王以外の7人の弟子の中で最も強く、日本での一番弟子で実力者であったが、後に欲に走った理由により破門されている。ロンギヌスのメンバーは彼以外は登場しておらず、以降の物語でも、 彼の語った壮大な背景は全く描かれることはなかった。日々瀬精進、猿渡り哲也より、力王、力王に関するカテゴリー。ありがとうございます。